ホークス。このゲームの模様をお送りいたします。ジャパンの先発は右の佐々木、ホークスの先発は左の杉内。この両投手の投げ合いです。さあ間もなくプレイボールです。右の佐々木マウンドに上がりました。今日は頼もしいピッチングを見せてくれるのか。さあ注目の立ち上がり、トップバッターは井口。第9投げました、打ちました、スタンドに入りました。ファール、1球目ファールから投げた、ボール。投球はこれから3球目。打った、内野ゴロ、岡本掴んだ、佐々木取ってアウト。これでワンアウト、ランナーはありません。背番号52、初球空振り。第2球インハイ、際どい球、ボール。第3球はボール。投げた、流し打ち、スタンドに入りました。ファール。第5球投げた、スライダー、ボール、アウトコース高め。第6球を投げた、見逃しの三振。右バッターボックスは3番内川。第9外、フォークは外れてボール。第2球投げた、打ちました、ファールボール。第3球を投げました、打ちました、ショート正面、源田ボールを掴んだ、ショートから一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。佐々木今日は上々の立ち上がりです。左の杉内マウンドに上がります。期待しましょう、注目の投球です。1回の裏、ジャパン攻撃に入ります。先頭バッターはタッチ、決まった、ストライク。少し意識しすぎたか。第2球投げました、ボール。投球は3球目、投げました、ボール。第4球を投げました、カーブ見送ってストライク。さあ5球目外れた、ボール。次は6球目投げました、カーブ、空振り三振。バッターは2番近藤。第9投げた、初球打った、これは内野ゴロ、アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターは DH の大谷。第9初球から打ってった、当たり損ねのサードゴロ、アウト、スリーアウトチェンジ。杉内上々の立ち上がりを見せています。2回の表、ホークス攻撃に入ります。トップバッターは松中、投げた、ボール。第2球投げた、直球見送ってストライク。第3球を投げた、インハイ、ボール。第4球を投げた、4球目空振り。第5球投げました、打った、ショート左、一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは指名打者ズレータ。第9投げました、ボール。ジャパンここは引っ張りに警戒します。さあ次の投球投げました、見送ってボール。第3球を投げました、直球ストライク、外角高め、タイミング合いません。第4球は打ちました、タッチ、落下点に入った、取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは6番小久保。第9カーブはボール。第2球投げました、打った、引っ張った、ファール。第3球を投げた、おっと当ててしまった、デッドボール。バッターは7番佐々木、ストライク、いきなり160キロ。
第2球アウトコース外れてボール。第3球はボール。第4球を投げた。ストレートはボール。さあ投球は5球目打ちました。村上取った。一塁送球、一塁セーフ。記録はヒット、記録はヒットです。ジャパン先制のピンチを迎えます。第2球投げた。ボール。投球は3球目投げた。打ちました。ジャパンここで引っ張りに警戒した守備位置に打った。サード正面のゴロ。サードから一塁送球、あーっと送球それた。アウトです。一塁はアウト。スリーアウトチェンジ。佐々木最後はバックに助けられました。2回の裏ジャパン攻撃に入ります。先頭バッターは吉田。投げた。初球空振り。第2球投げました。打った。投球はこれから3球目。インコース高め、ストレートは外れてボール。投げました。ボール。第5球投げました。打ちました。ファールボール。第6球を投げました。打ちました。これは打たされてファーストフライ。掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスは5番村上。村上宗隆背番号55。第1球ボール。第2球投げました。ボール。投球は3球目投げた。打ちました。ショート左横のフライになりました。取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは6番岡本。岡本和真背番号25。第1球決まってストライク。バットが空を切りました。投球これから2球目。高速スライダー。ボール高め。投球は3球目投げた。高速スライダー空振り。第4球を投げた。変化球空振り三振。ジャパン最後の打者は見逃し三振に倒れました。2回が終了しまして0対0です。ホークスこの回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターは9番秋山。第2球投げた。インコース高め空振り。投球はこれから3球目。ボール。第4球を投げた。ボール。第5球投げました。打ちました。第6球を投げました。高め空振り三振。バッターはトップに帰って井口。最初のバッターボックスはファーストゴロに倒れています。見送ってストライク。第2球インロー際どい球。ボール。第3球を投げました。ボール。アウトコース低め。次が4球目投げました。ボール。さあ投球は5球目投げました。打った。掴みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは2番川崎。今日2度目のバッターボックス。カーブはストライク。初球空振りから投げた。ボール。第3球を投げた。空振り。変化球にキレがあります。第4球を投げた。打った。抜けた。川崎ナイスバッティングです。さあ2アウトから先制のランナーが出ました。ストレートはボール。一塁へ一つ牽制球を送りました。第2球投げた。ボール。第3球を投げた。インコース高めストライク。
投げました、打ちました。山田ボールを取る、一塁へ送る、アウト、スリーアウトチェンジ。一塁ランナー川崎残塁に終わりました。3回の表が終わって0対0です。3回の裏、ジャパン攻撃に入ります。この回のトップバッターは山田。第9投げました、初球高速スライダー空振り、少し意識しすぎたか。第2球投げました、打ちました、ぐーっと伸びて左に切れていきました、ファール。投げました、インハイ際どい球、ボール。第4球を投げました、外れた、ボール。さあ投球は5球目、投げた、打った、流し打ち、ライナー破った、ライト前ヒット、クリーンヒットです。山田いいバッティングを見せました。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。第9投げた、初球送ってきました、サード取った、一塁送球アウト。さあ得点圏にランナーを進めました。ジャパン先制のチャンスを迎えます。第9投げた、打ちました、あっと引っ掛けた、打球はショート後方、ショート落下点、取りました。これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。投げた、低めボール。投げた、打った、痛烈な当たり、センターへの打球、センター下がった、掴んで、これで3アウトになります。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。ジャパン2塁までランナーを進めましたが先制点を挙げられませんでした。序盤終了しまして0対0です。ゲームは中盤4回に入ります。この回の先頭バッターは松中、最初のバッターボックスはショートゴロに倒れています。初球ストライクから投げました、打った、ファール。第3球を投げました、ボール。投げました、胸元へ詰まって決まって見逃し三振。第9決まった、ストライク。第2球投げました、ボール。投げました、打ちました、引っ掛けた、内野ゴロ、村上掴んだ、アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターは6番小久保。第9投げた、ボール。第2球投げた、ボール。第3球を投げた、スライダー、ボール。第4球を投げた、ストレート決まってストライク。次が5球目投げた、ジャストミート、抜けた、小久保ナイスバッティングです。さあ2アウトから先制のランナーが出ました。バッターは7番佐々木、これが2度目のバッターボックス。さあ次の投球、ボール。第3球を投げました、インハイへ、変化球、ボール。投球これから4球目、引っ張った、ファウルボール。第5球投げました、ボール。次は6球目、ランナースタートを切った、三振。4回の表が終わってホークス、この回も得点を挙げられませんでした。ジャパン、この回は上位打線から始まります。トップバッターは近藤、最初のバッターボックスはサードゴロに倒れています。第2球打ちました、ライト方向へ持っていきましたが掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは DH の大谷、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。第9投げました、打ちました、初球打ち、取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは4番吉田、第1打席はファーストフライに倒れています。投げました、初球打ちました、これは内野ゴロ、一塁送球、記録はヒット、これで2打数の1安打。リプレイをご覧ください。
バッターは5番村上。第1打席は内野フライに倒れています。第9投げました、外角高め見送ってストライク。第2球投げた、ボール。第3球を投げた、決まってストライク。追い込んでから投げた、ボール。第5球投げた、カーブはボール。第6球を一塁ランナー一度外れてフォアボール。フルカウントから選びました。ランナー2人を置いて迎えるバッターは岡本。ひときわ大きな声援が聞こえます。初球を打った、ショート左横のフライになりました。取ってこれで3アウトチェンジ。先ほどのプレーです。ジャパン、ランナー一塁二塁残塁。4回の裏が終わりまして0対0です。5回の表ホークス攻撃に入ります。この回のトップバッターは城島。最初のバッターボックスはサードゴロに倒れています。第2球投げた、2球目空振り。第3球を投げました、フォークボール空振り。第4球を投げました、打った、センターへのフライだ、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは9番秋山。今日2度目のバッターボックス。第9球スライダーはストライク。第2球投げました、打ちました、ファール。第3球は変化球、空振り三振。佐々木ナイスピッチング。打順は1番に帰って井口。今日はファーストゴロとセカンドフライ、ボール。まずは内角。第2球投げました、ボール。第3球を投げました、3球目ストライク。さあ4球目ストライク。さあ5球目打ちました、レフト方向へ持っていきましたが取りました。これで3アウト。佐々木、この回きっちりと3人で抑えています。5回の表が終わって0対0です。5回の裏ジャパン攻撃に入ります。この回の先頭バッターは山田。第9球打ちました、初球ファールから投げた、見送ってボール。第3球はボール、低め。次は4球目投げた、ストライク。さあ5球目打ちました、いい当たり、入るか入るか、これはヒットになります。山田一気に二塁へ。山田いいバッティングを見せました。ジャパン先制のチャンスを迎えます。さあリプレイです。バッターは8番源田。大きな声援が届いています。第9球高速スライダー、ボール。第2球投げた、バントした、ピッチャーの左へ転がした、アウト。ランナー3塁に進みました。ジャパンなおもチャンスが続きます。初球空振り。第2球投げた、またも空振り。バッター追い込まれました。第3球を投げた、カーブはボール、内角高め。第4球はこれは犠牲フライになるか、取りました。三塁ランナーはタッチアップ、ホームイン。これでゲームが動き始めました。1対0。打順はトップに帰ってタッチ。今日は三振とセンターフライ、変化球ストライク、インローへ。まずは見送りました。第2球打った、アルボール。
投球はこれから3球目。1球外してボール。第4球は低め、カーブは外れてボール。次は5球目、ストライク、空振り三振、ボール球に手が出てしまいました。5回までが終了しまして1対0、ジャパンここで先制点を挙げています。試合は後半6回に入ります。この回のトップバッターは川崎。第9球投げました、初球スライダー空振り。第2球スライダーボール。第3球を投げました、ボール。次は4球目、投げました、アウトコース高め、フォークは外れてボール。第5球投げました、打ちました、破った。川崎いいバッティングを見せました。さあノーアウトで同点のランナーが出ました。佐々木降板、右の伊藤、今日2番手としてマウンドに上がります。今日は配球にも注目したいと思います。第9球投げました、直球低めボール。第2球投げた、外角高めの直球はボール。投球は3球目、川崎走った、これはストライク、これは楽々セーフ、盗塁を許します。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。セカンド牽制球です、二塁タッチはセーフ、投げた、見送ってボール。第5球投げた、打ちました、フラフラッと上がった、噛みました、これでワンアウト、ランナーは二塁変わりません。第9球決まってストライク、ジャパンここは引っ張りに警戒します。1球目空振りから、第2球スプリットはストライク、投球はこれから3球目、ボール。次が4球目、投げた、内角高め、ストレートは外れてボール。さあ5球目、打ったいい当たりだ、ピッチャー返し、抜けた、センターバックホーム、松中ナイスバッティングです。ジャパンなおもピンチが続きます。バッターは指名打者ズレータ、ネクストバッターサークルには小久保。さあ次の投球、インロー際どい球ボール。第3球を投げた、空振り、第4球を投げました、空振り。さあ投球は5球目、ストレートはボール、インコース低め。さあ6球目投げました、打ちました、ピッチャー返し、抜けた、中継、ジャパン追いつかれました、1対1。リプレイで同点の場面をご覧いただいています。先ほどヒットを放っている小久保、ひときわ大きな声援が聞こえます。第2球スローカーブボール。第3球を投げました、決まってストライク。第4球を投げました、スライダーボール、低め。次は5球目、打った、ピッチャー正面ゲッツーコースだ、セカンドフォースアウト、アウト、ゲッツー、スリーアウトチェンジ。リプレイをご覧ください。ジャパンダブルプレーでピンチをしのいでいます。6回のジャパン、この回は2番からの好打順、先頭バッターは近藤、今日はサードゴロとライトフライ、インハイボール。第2球投げました、ボール。第3球高め際どいボール。第4球は打ちました、ファール。第5球投げた、打ちました、ファールボール。第6球を
投げた145キロ直球、空振り三振、2者連続三振。第9投げた、ストレートはボール。さあ次の投球、投げた、ボール。第3球を投げた、見送ってストライク。第4球を投げました、ボール。投げました、5球目空振り。カーブに全くタイミング合いません。投げました、打った、1、2塁間へ。松中ボールを掴んだ、杉内取ってアウト。これで2アウト、ランナーありません。先ほどのプレーです。バッターは4番吉田。吉田第9投げました、初球空振り。第2球、ボール。投球は3球目、投げました、外れた、ボール。第4球を投げた、空振り。第5球投げた、打ちました、当たり損ねのセカンドゴロ。セカンドから一塁送球、アウト。スリーアウトチェンジ。ジャパン結局この回3人で攻撃が終わっています。6回の裏が終わりまして1対1です。試合は終盤7回に入ります。この回の先頭バッターは佐々木、投げた、初球から打ってった、ピッチャー返し、伊藤今拾った、一塁へ送る、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは8番城島、今日はサードゴロとセンターフライ、決まってストライク。第2球投げた、インコース引っ張った、切れていきます、ファール。第3球を投げた、外角高め際どい球、ボール。第4球を投げました、見送ってボール。投球これから5球目、打った、これは強烈、右中間、一投、入った、入った、ホームラン、ソロホームラン。白球は無情にもスタンドへ、変化球を完璧に捉えられました。チームメートが迎えます。リプレイで勝ち越しのシーンをご覧いただいています。バッターは代打長谷川。代わりましてバッター長谷川、背番号24。第9投げました、ボール。第2球投げました、決まった、ストライク。第3球を投げました、アウトロー、スライダーは外れてボール。次が4球目、投げました、内角、ボール。第5球投げた、打ちました、左中間へのフライですが取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターはトップに帰って井口、今日はここまで3打数ノーヒット。初球空振り。第2球投げた、ボール、低め。第3球は3球目、ストライク。追い込んで第4球を投げた、スライダー、ボール、内角低め。第5球投げた、打ちました、ファールボール。さあ6球目、投げた、打った、第7球を投げました、ボール。投球8球目、投げました、打ちました、次は9球目、投げました、打った、左中間へ持っていきましたが取ってアウト、スリーアウトチェンジ。7回の表が終わって2対1、ジャパン1点をリードされています。
杉内降板、マウンド上はカルケンボーグ、今日2人目のピッチャーとして登板です。どういった立ち上がりを見せるか。7回の裏、ジャパンラッキーセブンの攻撃。この回のトップバッターは村上、今日はショートフライとフォアボール。ファール、2球目空振り、バッター追い込まれました。投球はこれから3球目、流し打ち、どうだ、切れていきます、ファール。第4球を投げました、高め、外れてボール。次は5球目、投げました、打った、ピッチャーの頭上、ファルケンボーグ、余裕があります。マウンド前方を掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。第1球投げた、打ちました、初球打ち、打球は三遊間へ、バット取れない。岡本、いいバッティングを見せました。今日初めてのヒットになりました。バッターは7番山田。第1球投げた、外れた、ボール。第2球投げた、ボール。第3球を投げた、3球目空振り、伸びのあるストレート。次が4球目、投げた、空振り、伸びのあるストレート。第5球投げました、打った、痛烈な当たり、抜けた、中継、山田ナイスバッティングです。ジャパン同点のチャンスを迎えます。さあ、ここで試合の流れを左右するターニングポイント。ホークス、ここはバントに警戒します。第2球投げました、決まってストライク、154キロのまっすぐ。追い込んでから第3球を1つ外した、ボール。第4球は打ちました。第5球投げました、スプリットはボール。第6球は打ちました、佐々木、落下点に入った、ライトフライ、飛距離は出ていません、掴みました。これで2アウト、ランナーは1塁2塁、変わりません。第1球決まってストライク。投球これから2球目、打った、ファールボール。第3球を投げました、見送ってボール。さあ4球目打ちました、次が5球目、ボール。次が6球目投げました、ボール。さあ7球目、ランナー自動的にスタート、打ちました、抜けた、バックホーム、間に合うかどうか。ジャパンゲームを振り出しに戻しました、2対2、ジャパン見事チャンスをものにしました。これでチームに勢いが増すことでしょう。さあ先ほどの同点の場面です。カルケンボーグ降板、右のマハラ、一打負け越しのピンチで登板です。今日はどんな投球を見せてくれるのか。今日2三振のタッチ、ひときわ大きな声援が聞こえます。第2球ストライク。第3球を投げた、一つ外してボール。次が4球目投げた、打った、ファール。第5球投げた、打ちました。次が6球目投げた、インコース引っ張った、切れていきます、ファール。第7球を投げた、打った、これは強烈、入れば勝ち越した、さらに伸びていく、入った、スリーランホームラン、ライトスタンドへ吸い込まれていった、甘い球を完璧に捉えました。さあ先ほどの勝ち越しの場面です。左バッターボクサー2番近藤、今日はここまで3打数ノーヒット、1三振。投げました、外れた、ボール。投げました、ストライク。第3球を投げました、打ちました。次は4球目
投げました。外側いっぱい、見逃し三振。外側いっぱいに決まった。7回までが終了しまして5対2ジャパン逆転に成功しました。伊藤降板、マウンド上ピッチャーは湯浅、今日3番手としてマウンドに上がります。まずは立ち上がりに注目しましょう。第9、初球外れても、第2球投げました、打った、ファール、投げた、ボール、投げた、インローに送ってストライク。次は5球目、投げた、打ちました、ピッチャー返し、一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは3番内川、今日はここまで3打数ノーヒット。ボール。第2球打った、センター前進、タッチ掴みました。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは4番松中。第9投げた、ボール。ジャパン、ここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。第2球投げた、打ちました、岡本取った、サードから一塁送球、アウト。スリーアウトチェンジ。湯浅三者凡退に抑えています。8回の表が終わって5対2です。ジャパン、この回はクリーンアップからの攻撃になります。先頭バッターは指名打者大谷。第9投げました、初球外れてボール。第2球ストレートはストライク。投げました、ストレートはボール。さあ4球目、見送ってボール。第5球投げました、5球目空振り。第6球は内角へズバッと決まって見逃し三振。レフトシュートを受けよう、背番号9。第9投げました、ストライク、いきなり154キロ。第2球投げました、スプリットはボール。第3球ストレートはボール。第4球を投げた、ボール。第5球投げた、打ちました、三遊間の打球、一塁へ送る、アウト。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは5番村上。村上宗隆、第9球初球空振り。第2球投げた、インコース高め、スプリット外れてボール。第3球は打ちました、内川余裕があります、掴んで、これで3アウトになります。ジャパン、クリーンナップを三者凡退で抑えられてしまいました。8回までが終了しまして5対2です。湯浅降板、そして最後を締めるのは大勢、今日4人目のピッチャーとして登板です。自分のペースで投げることができるかが鍵となりそうです。投げた、ボール。ジャパン、ここは引っ張りに警戒します。第2球打ちました、痛烈、左中間大きいぞ、伸びた、入った入った、ホームラン、ソロホームラン、白球は無情にもスタンドへ、変化球を完璧に捉えられました。素晴らしい一発をベンチも祝福。さあリプレイです。バッターは6番小久保、今日4度目のバッターボックス。第9投げた、打った、1球目ファールから投げました、会心の当たり、一塁送球、岡本軽快な守備を見せました。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスには佐々木、今日はここまで3打数1安打1三振。第2球
投げました。直球空振り、伸びのあるストレート。第3球を投げました。インコース引っ張った、ヒット。打ったバッター一気に二塁へ向かう。佐々木ツーベース。先ほどホームランを放った城島、第9球投げました。外れた、ボール。投げました、ストライク。第3球は見送ってストライク。追い込んでいます。次が4球目、投げた、インロー際どい球、ボール。さあ5球目、打ちました、サードライナー真正面。さあいよいよあと1人、バッターは7回途中出場の長谷川。第9球投げた、ストライク。思い切って振っていきました。第2球、ボール。第3球は打ちました。追い込んで第4球をアウトコース低め、ボール。次は5球目、流し打ち、ファウルボール。投球はこれから6球目、打ちました、内野ゴロ。岡本ボールを取る、頭から滑り込む、アウト。ゲームセット、ジャパン2点差で逃げ切りました。